はい、どうもこんにちは、 GK 速産 IIT です、皆さん聞いてください。今日はですね、なんとあの MC3 ですよ。懐かしの MC3。 もう MC3 のサーバーがちょっと行かれてから3週間ちょい経ったんですよ。ついにサーバーが復活しました。はい、というわけでちょっと先ほど GKS の浩平くんがなんか野良行こうと言ったんですが、まあちょっと自分はいろいろとあったのでちょっと遠慮しておいたんですが、まあというわけで、はい野良に行きたいと思います。先ほどちょっと自分軽くちょっとウォーミングアップのために野良行ってきたんですけど、やっぱゴーヤさんやワールルさんがおられましたね。エイムの方や MSE の方お、これはスクランブルが少ないのでバックアップに行きましょう。いやー、ほんと楽しいです。ほんと4もう待っていたんで嬉しいですよ。ほんと3は際どいですよ。ほんと大好きです。3正直4はもう飽きてきたんですね。4のトツスナはまだ好きだったんですけど、トツスナ以外は飽きてましたね、4は。はい。さあ、始まりましたね。まずこの ZN。おお、重たい。おお、結構ラグ。結構きますね、ラグが。キャプチャーするだけでこんなに違うんですね。おっとっと、おった。おったおったおった。多分こっちから来ますね。あら、そっち、おお、ちょっと、重たい、重たい。重てえ。あら、再起動すればよかったかな。いてて、なんか撃たれた。おお、たたた。いや、ちょっと、この重さでスクランブルは絶対無理ですね。めっちゃログいいですよ。ちょ、やばい、重たい。え、これ重い。重いのレベル超えてますよ、これ。よく同じしんちゃんとか動画やってましたよね。動画撮ってましたよね、これなんでしんちゃん。おお、と、重たい。めっちゃラグいです、今。ちょっと待ってください。ちょっと、くる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 。変わりますね、ぐるぐるやっても。ちょっと衛星スキャンを使って、この辺に紙グレを投下しておきましょう。おいました。おっとっとっと、おー、グレポンや。あかん。あら、敵3人。少ね。にしてもちょっと重すぎる。ちょっと乱射したいと思います。だいたいレートは 4S ぐらいになってますよね、もうこの重さ的に。おーとっとっとっと。あーかん。重たい重たい。相手がちょっとまだレベルが低いおかげでこれキルできますけど。マジ無理っすよ。こんなスクランブルとか言ったら終わってますって絶対。キルできないっすよ。やっぱ直取りの方がいいっすかね。微妙に。直取りなら別に重さ関係ないんすけど、やっぱ iPhone で動画撮るんで。やっぱ容量とかの関係あるんで、あんま取れませんよね、長く。いてててて、おお、重てえ。じゃあちょっと今度はこっちでいきます。あれ変わってね。え、これ再起動してもう一回取り直そうか。重てえ。おーっと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 。仲間行け。ナイス。重てえ。やばい。これはきつい。おお、しかもラグった。カクつきますね、あと。それと同時に。お。ちょ、重たい重たい重たい。やばい、重い。これはきつい。おお、4S みたいなラグ差だ。ほら、もうグレポンの弾分かりましたね、今出てくる。ちょっと。なんつなんですかね、この重さ。なんか言葉で表しづらいっすよね、これ。この重さ。ちょっと KSG のディロード早く終わらしておきましょう。おっと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 。えっ、おお、ビビった。表、これはきつい。お、ありがとう仲間。いや、多分今のは仲間のおかげでいきましたね。あの状態で KSG 使うバカ野郎でしたか、自分。ちょっとおお、グレポン乱射してるよ、この人。あと3キルとさ終わりますね。おおとっとっと、怖い、近い近い近い。重たい。痛い。え、あー、グレポン。いや、もうちょっとほんと、朝学校行く前に、ちょっと GKS のメンバーに、あれですよ、3が復活したって言われたんで、もうほんと、学校でも興奮してましたね。で、友達でお前何言ってんだよ、バカか、みたいな感じでめっちゃ言われてましたね。あ、バカじゃねえよって。じゃあちょっとスクランブル探しに行きましょう。
そして重たい。重たいですね。はい。あ、腰が痛い。そうですね。じゃあスリーも戻ったことですし、また浩平くんやしんちゃんと一緒に通話しながら動画とか撮りたいですね。はい。あ、スクランブルあるんやけど少ないな。じゃあリーコンでいきましょう。ちょっとはい、もうほんとスリーが復活した、ほんとめっちゃ興奮してますよ。これちょっと画面ちょっと顔撮るわけにはいかないんですけど、ほんとめっちゃ興奮してますよ自分。かゆい。はい、ちょっと 4S の頃オプス使いだったんで、ちょっとまた復帰させましょう、その 4S の力、あのオプスの力。おーっとっとっと、あららら、重たい。いや、これでキルする人ってなかなかの至難の技ですよね。キャプチャーで書くとったらもうすごいですよね、ほんと。パーティー行けますよ、多分。パーティー作れます。あの、開けますよ。こんな重たいね。おー、ちょっと重たい。おーっと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 。おー、怖い怖い怖い。しかもあの人何気に強い。おお、とととと、そっちか。おお、近い近い。おお、ああ、この人やだ。おお、なんか今日は HS がよく当たる。なんでだ。ちょっと最後にこいつキルして、おい、お願いした。あれ、負けた。あら、はい。ああ、それにしても本当に嬉しいです。はい。ちょっと今足をね、昨日ひねったもんで、部活で、はい。ちょっと接骨院に行ってきますんで、もう今日はこれぐらいですか。今日多分 GKS の内戦やるんで、また動画撮ってウーピーしたいと思います。はい。では、そうですね。KSG はやっぱディストラクションの時に使うんで、やっぱエイム直しにハンドガンが一番ですよね。投げナイフ。まあでもなんか正直言って4よりアタッチメントが少ないってのはちょっと残念ですよね。まあでもやっぱこの3の爽快感があるからば自分はまだ生きてきます。サプレッサー、これ FFG 取って、なんか、あ、そっか。これマズルフラッシュ、あー、どうしましょう。あー、迷いますね。これをなんか武器変えればいいのかな。この M4 とかも地味に強いですからね、ほんと。でも ACM サップもなかなか強いんですが、やっぱ自分的には M4 がとっても好きなんで、あの SA とかやっていた頃の愛用の武器でして、じゃあ M4 に個人的にはまずこれですね。めっちゃほんと光がパーってなるんで、フラッシュハインダーで消して、あと反動がめっちゃブレるんで、これでダメージはそこまで高くありませんが、やっぱ遠距離も中距離も近距離もいける武器ですよ、これは。はい。スクランブルでもまあ一応使えますよね。あんま使ってる方はいないんですけど。バックアップあたりがおすすめですね、この武器は。はい。もうこのオプスはやっぱ完璧、もうリーコンとか近距離マップですよね。何でしたっけ？ラプチャーでしたっけ？確か。もう4のマップの名前覚えたから3を忘れそう。なんかキルマークでも買いましょうか。この核欲しいですね。やば、20万高っ。そうっすね。そろそろストップでいきましょうか。はい、アイコンはまあいつも通りこの鳴き声ですね。あれ、赤ちゃんの鳴き声じゃなかった。あら、ベルだったんだ。赤ちゃんの鳴き声欲しいですね。はい。それにしても、いや、足が痛い。
いでー足が痛えほほチャレンどこやってないんかな。やっぱ M4 はメイではちょっときついですね。 M4 と初期武器ですかね。やっぱチャレンジは自分やるんでしたら、多分このアカウントは退役しないんで、はい。どの武器、じゃあステアーじゃなかった、オートマットを初期武器。いやでも初期武器あんま強くないっすよね、正直言って。なんか自分使いづらいんすね。ちょっとあとなんだっけ、リーパーだっけ。いやアタッチメントはサプレッサーも ZN とかにつけてますからいけますね。 ACOG あれ終わってなかった。いやいやー難しいな。オートマットまだ終わってなかったやん。じゃあオートマット入れんとダメや。武器庫で、ああそっか、フルハイつけて。正直自分のやつフラハイ多くないですか。自分のあれ、はい、あれですよ、何でしたっけ、このカスタマイズのところですね。はい。では皆様、今日はこの辺でのしにします。はい、ではまた後から、後からつか夜にまた内戦の動画も撮るんで、その時はよろしくお願いします。はい、ではのしです。